はい、皆様どうも、マクロです。それではドラゴンクエスト11やっていきましょう。はい、前回ね、ここの城デルカタール城ですかね、デルカタール、はい、終わりました。砦に戻るところですね。馬乗れんのかな。ほう乗せてくれなかった。こいつは吹っ飛ばされる。どうせ。あ、これは無理なのか。骸骨のくせに生意気。正面だったからダメだったのか、後ろからならいけるか。あ、やっぱダメなんだ。骸骨剣士はゾンビはいけて骸骨はいけないというのはどういうことか。耐えたのか。やっぱり誰もいない感じですか。ねえ、大体任せとけっていうセリフを吐かれるとこういうことになるんですよね。
無事なのか。おお、無事だった。パターンを変えてきたな。完全な仲間になってしまうと無敵フラグが解けてしまう。ああ無敵じゃなくなっちゃった。まあ、ちょっと想像と違いましたね。まあよかったよかった。じゃあもうここは襲われる心配はないっていうことかね。まだここちゃんと探してないんだよね、宝箱のことが。まだ後で来れるのかな。ルーラー、あ、あるね。また探しに来なくちゃ。で、次の目的はもう先方に会いに行くのか。たんまりと旅の資金をくれ。よし、しゃべるぜ。
そう、盾しかくれなかったね。R1 を押してしまう。走るボタン。逃げたあいつ。なんで逃げたあいつ。すごい遠くから逃げられるとなんか追いかけたくなるけど。なんだこれ。なんか逃げてると倒したくなる。なんで当てたのにこいつ無視だ。
マジか。いきなり痛恨で。感じですか。回らなきゃいけない感じですかね。なーに通れないし。まさかこっち側からはいけないっていう感じですか。回り道しないとダメっぽいですかね。そういうことか。他から来るしかないのか、向こう。だって行けないよね、ここも上だし。ここも登れるとこないよな。あ、ここ登れんのか。おお、よかったよかった。戻る前に気づいてよかった。危ねえ危ねえ。戻るところだったよ。とりあえずキャンプファイヤーを開放して、増えてないな。まあ後でやっとこう。まあ、地上に落ちてるキラキラはパワーアップしてるとして、あ、宝箱はやっぱり復活しないんだね。もうフィールドの宝箱は探す必要ないと。ジャンプすればよかった。海岸着きました。海岸で抜けてブーランが、まあ、
ャンプに配合しときたいな。街とかあれ入れない感じですかね。ちょっと覗いてみるか。あ、さっきのキャンプで馬手に入れればよかった。期待したんだ、くれなかった。街行ってみるか。いつも馬忘れんだよな。そうだ、これか。わざわざ吹っ飛ばしてあげようという。一回ここで切っておきます。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。